よし、作戦通り、次は旧東急の車両来ましたね。こっちはね3扉車で、多分ね近鉄って20メートル車体で作って、こっちは多分18メートルから16メートルぐらいの、ちょっと短めなんだと思います。さっきね横に対向、対向でね行き違いで並んだ時にね、やっぱ一両あたりの長さが違ったんで、多分そういうことだと思います。でこれが言うとったね、レンタサイクルらしいです。こんな感じで置いてあるみたいで、で面白い構造ですね。両端はロングシートで、こっちが一部クロスシートなんや。古めかしいのシングルアームに書いてあるんですね。面白いな。さあ、池のが桜のマークになってますね。さあ、よいしょ。池の駅も優先地なの？あ、優先地。なんかこんな、しつこにやってるんですね。さあ池田町、なんか同じようなのがありますね。まあ見やすいでありがたいで、いやありますよね。池田温泉やっぱ近いんですよね。行く方法ないのかな。池の駅コミュニティバスはありますけど、お、土日祝も、あ、ただ、お、あ、普段だったら月曜日か金曜日だったらいい感じだったんですね。10時30分で、うおっと、11時50分、ちょっとまあまあな時間があるな。これ歩いたらどれくらいあるんだ。あちらの池の駅こんな感じね。池田町の池の駅なんですね。なかなか初見殺しですね。誰も確かに池田町ってなってますね。うん、池田町池のっていうことなんかね、あざめなのかな。で、あのとこに山直所がありますけど。こっち南やろ、こっちの方行きゃ多分、こっちの方に行きゃ多分、温泉があるはずなんですよね。どれぐらいあるのかな、距離が。あ、というか、タオルも何も持ってないや、今日。ね。池田温泉いいんですけどね、アルカリ性でね、ツルツルになりますからね。まあ、せっかくやから、ちょっと。いざとなったら、ゴードの方まで歩いてみましょうか。ね。こっち行ったけど、こっちの方やろ。あるか、この感じで。道に出るんとかあるけど、あそこで道に出た方が良さそうかな。うん、よし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 。まあでもほら、温泉は行ったらレンタルタオルの一つぐらいあるでしょう。あるよな。池田温泉はいつも2回か3回行ったことあるんですけど、タオル持って取ったからレンタルタオルを使ったことがないな。どうだ？にしてもあそこなんか山が一部だけ変な感じでえぐれてますよね。なんだこれ、なんかある。おお、鉄塔あるけど、なんだろうねこれ。なんか謎の広場になってますね。えらい山頂の方ですけどね。何なんでしょう。なんか地滑り起こしたとかそんな感じでもないしね。なんか切り取ってなんかあそこだけなんか施設にしてる感じですよね。うん、でも何かしら店はあります。あ、富田屋もあるし、とりあえず弁当でも買って食うか。
ポッカのマークも懐かしいマークですね。いやいや、風がまあまああるな。これはどっちかで、あ、よかった、信号が青になった。あ、ホットモットもあるし、いろいろありますね。池田屋、あ、池田の池田なんや。ややこしい、問題ないですけどね。ニュー池田なんや、なんかどこかな、あれもありますけど、こっちの方がいいかな。なんか面白い形の山ですね。あ、で山の、あ、ん、これは何、肉系の地、肉じゃないんだ。なんかお土産みたいなのがある。桔梗大根、おお。これで日記持ち、日記、はあ、日記ってあれか、あれのこと日記って言いますよね。シナモンやったっけ、なんか、ね、のことを日記って言いますよね。その日記なのかな、はあ、漢字で見たことないから多分そうなのかもしれない。これドッグ富田屋、西富田屋ですね。こっちの方だとね、あのよく CM でフードセンター富田屋ってね流れる、あの富田屋ですよね。よし、方向の確認があってたら、ちょっと食べ物屋さんないかな。よし、食べ物を確保できないかな。ちょっと腹減ってきましたからね。よし。富田屋久しぶりだな。さあ、富田屋買ってきましょう。さてですよ。ってことでね、フードセンター富田屋に来たわ。まあ、ちょっとお弁当とか買いましたけどね。いやー、ショッキングなことがありましてですね。私全然知らなかったんやけど、富田屋さんいつの間にか、これ、袋が、好み屋さんの袋なんですよね。あのレシートもまた後でバシッて出しておきますけど、あの富田屋って書いてありますけど、マークが完全に好み屋さんのマークなんですよね。どうもなんか買収されたのね。全然知らんかったんですけど、あら、それはびっくりだ。ですので好み屋のポイントカードは使えるらしいんですけど、さすがにこんなことあると思ってなかったの、持ってきてなかったな、好み屋のポイントカードなんて。いやー、そうか。まあでもとりあえず富田屋さんの看板は残ったのは残ったんですね。もう結構好み屋さん、愛知の方進出激しくやってますよね。あのコンツネさんもね、富田屋さんに買収、コンツネさんが好み屋さんに買収されてね、神木寺とかにある店、全部、好み屋に、あれ、そっちは看板変わりましたけどね、あの、なんか、やらしい感じの、うさぎのね、マークがね、あのすごく特徴的に、ね、こんなんあったんですよ、こんなキャラクターがいたんですけどね。そうそうそう、いや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 、この皆さんどんどん攻めてますね。三重県を通り越して、なんか、奈良もあって、京都とか東海道から攻めたのかな、大阪から京都とかありますよね。滋賀、あれも滋賀はあんまし見やない、滋賀はとにかく平和度が強いですからね。いやー、びっくりだ。ちなみにここは富田屋の第二駐車場だったんですね。まあ使ってない感じですけど、あ、もう貸しと、あの貸しになってますね。栗原駐車場、なんでしょう、この昔ここもともとコメディでしたってね、あのコメディ喫茶店のコメディでしたって言われたら、あ、コメダでしたって言われたら、なんかああそうやろうなっていう感じがする、そんなような作りですね。いやー、いろいろと変わってますね。ここはスイートタクシー。西濃グループ。あ、そっか。まあ、この辺りが西濃グループですよね。大垣が本社ですもんね、西濃って。
西能美か、能美地方のね、で西能ですからね、昇進はどこ、昇進岐阜商工信用組合、商工信用組合か、それで昇進、ああ新組さんってやつですね。ここキャンドゥなんや、酒屋ビッグキャンドゥが決まってんだ。なかなか独特ですね、どこも。ここは本屋さん、子さんが遊んどるけど、リサイクルステーションもあるし、どっかでご飯を食べたいんだけど、普通に行きで駅に戻った方がよかったかな。しまったな。ちなみに弁当は普通に美味しそうなやつを買いました。スーパーですと安いからいいですけど、399円ってことでね、ただね、ちょっと誤算だったのがイートインスペースがなかったんですよね。あったらね、その場合食べてねと思ったんですけど、昔ながらの店舗だとちょっとイートインスペースがね、なかなかないですよね。新しいところ、新しいところイートインスペース作ったはいいけど、結局あの8%、10% の対応ができやんっていうので、もうそのスペースをただのデッドスペースにして、みたいな、何のためのスペースやったんやろみたいになっとるところもありますよね。なんか止まった。ちょっと足元気をつけやんと段差が結構ありますね。帰りは？あ、ダメだ、全くない。あれ？郵便屋のバイクが押されてる。ここがあれなんですね。どこの郵便局かは分かりませんけど、池田郵便局なのかな。でも日曜日にやってくれるんですね。ちなみに一つ間違えたのが、多分この道はあれですね、合同の方に行く道じゃないな。しまった。池田温泉、でも池田温泉の案内も出ねえぞ。そして道、正直言って、ちょっと歩道は狭いですね。なんか結果的に北郷道までの駅間参拝になりそうかな。あちら側がちょっと怖い。ここですね。ここのバス停は金曜日だけ止まってんだ。何なんだ。よくわからん構造ですね。しない。あ、違う、これ。池田温泉って道の駅の池田温泉ですから、そっからだいぶ先ありますからね。よし。やっぱ方角変わっとったんだけどな。ちょっと。よし。ちょっと温泉はちょっと今回残念かな。行って帰ってきたらちょっと無理だよな。残念だ。